12011年投稿派遣切りにあって退職こんなご時世だと正社員登用は難しいと薄々分かっていたががっくりきたただ今年の2月にこの会社でヤギが正社員登用されたと聞いてバカバカしくなった非正規は人間未満どころか畜生未満だと思い知ったお疲れ様です社畜ジャパンです今日はパスナの会社の口コミを紹介します口コミ2まずはパスナの年収関係を見ていきましょう 有価証券報告書によると、平均年齢36歳、平均勤続年数8年、平均年間給与は619万円とのことでした。また、リクナビによると、平均勤続年数は9.6年、平均年齢は38歳、年収例として入社3年目で440万円、休日は年間で120日以上とのことでした。口コミ32018年投稿。 新卒入社で転職希望者の斡旋業務に従事しています。正直転職なんてしたこともありませんし、対して斡旋先の会社のことも知りませんが、意外となんとかなっています。転職希望者相手の商売なので、相手の就業後に面談が始まる構造。そのため、ほぼ確実に残業となってしまう。社風としてはとにかく研修やイベントごとが多く、しかも休日に盛りだくさん。自分の時間をなかなか確保できずに悩んでいます。口コミ。4。2022年投稿。 基本的に派遣先の企業が営業している日にはこちらも連絡がつくように準備する必要がある。何かトラブルがあれば即座に対応しなければならず、派遣先の企業が営業している日はなかなか休めません。その派遣先の企業が土日営業であればこちらも当然土日に対応する必要があります。たとえこちらが休日であったとしてもトラブルや急な要望で突然出勤が決まったりすることもある。口コミ52022年投稿。派遣先の企業で登録者のマナーがすこぶる悪く、そのクレームの嵐で参りました。 派遣先の求めるスキルが不足するのは正直仕方ないにせよ、態度くらいはきちんとしてほしい。あとは創業者が地方創生にこだわりすぎ。淡路島はいいところかもしれないけれども、すでに家を買っている人からすればリストラそのもの。文字通り島流しとしか思えない。口コミ、6、2022年投稿、正社員になりたかったので転職、当たり前でしょ。チャンスがあればこんな会社にしがみつく必要なんてありませんし。 パスナは無期雇用派遣の規則に、派遣先が確保できない場合は退職という就業規則があります。派遣先を確保できない派遣会社なんて存在する意味ありませんよ。また契約社員でも5年ではなく3年で雇い止めです。口コミ72022年投稿。福利厚生としてはカフテリアプラン月1万円のほか、若手であれば社員料も数年間利用可能。南淡路寮だと月1万8000円の家賃負担で済む。 この金額は、朝食、夕食、光熱費込みの金額であり、可処分所得が多くなり助かる。とはいえ、明石海峡大橋を渡るには、1回900円必要で、バスがあるとはいえ、いろいろと不便。淡路島は本社なので、すでに別の地域で家を購入した人には、いろいろな判断が求められる。口コミ、8、2022年投稿組合がなく、そのため団体交渉もできず、会社の言われるがまま。 日々の業務としてはとにかく派遣先と登録者の間の板挟みでストレスを受け続ける土日やこちらが長期休暇中にもバンバン連絡が来るし自分しかわからないことが多いので代わりがきかない数少ない休みを研修で潰されたりとプライベートがほとんど確保できず退職する道を選びましたあれだけ働いたのに昇給も2000円程度とやっていられませんでした口コミ92022年投稿人材派遣業なので対人コミュニケーション能力の高い穏やかな人柄の社員が多い そのため職場内での雰囲気は極めて良好で、先輩社員からの指導も丁寧で分かりやすかったです。だからこそ離職率の高さには注意してください。夜9時半には PC が強制的にシャットダウンされますが、一部の社員はその後も仕事をしています。管理などの部署はどうか分かりませんが、営業だと定時帰りはかなり厳しいです。口コミ102022年投稿 担当コーディネーターとしては人を用意できるかできないかで何もかも変わってくるまた突然のバックレなどは完全に自分でマネジメントできる範囲を超えているので本当に勘弁してほしい社風としてはこれ見よがしに研修を淡路島で行っておりどれだけ淡路島が好きなんだとへきする定時帰りのホワイト部署もあれば営業のように終電まで残業みなし残業で苦しむ部署に分かれる口コミ112022年投稿ベネフィット1は福利厚生としていいと思う ログインしたらトーエックやボキの学習教材を無料で利用できるし、成長のための環境は整備されている。また、淡路島の玉ねぎを割引で購入できるクーポンも支給される。私の部署では有給休暇も利用しやすかったです。ただ、社長の誕生日に全員でメッセージカードを書いたりするのは本当に無駄。口コミ、12。2022年投稿。淡路島に行きたくなかったので退職。夜9時半には PC が完全にシャットダウンされますが、私の所属する部署だとそれが提示でした。 PC がシャットダウンしても、車両携帯は生きており、その時間に登録者とのやり取りが発生し、サビンコロナでどうなったのかは分かりませんが、飲み会も活発で、社内イベントも多く、拘束が厳しかったです。年収は在籍10年目でリーダーとなったので、530万円ほどいただいていましたが、割に合わなかった。口コミ13ポジティブ2022年投稿、女性活躍推進法に基づくエルボシ企業の最上位として認定されている。 育休級級時短などの各種制度は整っているし、社内保育所も完備されているので極めて働きやすい。男女比も女性の方が多く、部署によっては大部分が女性という部署も存在する。リモート化であり、急な在宅ワークも柔軟に認めてもらえる。働き方のモデルとなる女性管理職も多く在籍しており、自分のキャリア形成の参考になる点もありがたい。こちらはらははリクナビか持っっててきた女女性性性管管理理職職の割合ですすとと男性よりも多いいいう結果になっています 口コミ142022年投稿派遣先でパワハラに遭いました内容も声が嫌い笑顔がムカつくなど業務に関係ないことでしたただパスナの営業担当に相談したところそういうこともあるがあなたにも問題はないのかととんちんかんな回答これが手厚いフォローかと愕然としましたさらにパワハラが続き再度相談したところお客さんはあなたの態度に問題があると言っている正直面倒を見切れない後任が見つかるまで働けと冷たく突き放されました 口コミ152022年投稿とにかく派遣先と登録者との板挟みが辛かった実際に現場を見ているわけではないためトラブルが起きた時の事実確認が極めて難しいただ我々のお給料はお客様への売上から来ているそのため営業としてはどうしても登録者さんに我慢を敷いてしまうことも多い自分自身登録者さんに100%完璧なフォローができているとは思えないし正直申し訳ない口コミ162020年投稿残業が100時間を超え限界でした 人がが商品ででである以上必ず感情が絡みますすのでそのそスストレスも強かったです会社の業績はあまり良くないのですが、その割に東北創生だと地方創生だの創業者の意向が強い。会社ホームページではいろいろな部署がありますよ、働き方は多様ですよと謳っています。ただ、あくまで人材派遣業であることを忘れてはいけないし、部署によっては転勤も多いので注意。 こちらはパスナの有価証券報告書から抜粋した売上高と経常利益のデータです。基本的に経常利益は赤字が続いていますが、2021年5月度に関してはなすが黒字になっています。口コミ172022年投稿営業はみなし残業です。ただその時間内に仕事が終わらないので錆残の嵐。マネージャー職まで行けば年収550万円ですが、そこに至るまでに長時間残業で潰れる営業マンが多数。 とはいえ、一緒に働く人の性格が良く、人間関係で嫌な思いをしたことはなかった。人と人とをつなぐ仕事なので、やりがいはありますが、ネットで叩かれるのは残念。口コミ18、2023年投稿、パスナで派遣社員として働いています。先日いきなり4月から、時給制から月給制になると一方的に通達が来ました。そこには月額の基本給が明示されており、計算してみると、トータルで減額となる対応でした。 4月から時給が上がりますと連絡を受けたばかりなのに、それは反映されずに、さらには減額。こんな一方的な変更がまかり通っていいのでしょうか口コミ、19。引用、竹中平蔵さんの名言。あなたには貧しくなる自由があります。でも、貧しくならない自由もある。何事も自分で決めるということです。大事なことはチャンスを自分でつかむこと。頑張って成功した人間の足を引っ張るな。 なお、竹永平蔵さんは2022年にパスナの会長を退任しています。口コミ20。これで最後です。2023年投稿。紹介派遣でパスナの仕事をしていました。国からの助成金の仕事をしていましたが、とにかく案件が回ってこない。来る日も来る日もマニュアルを読むばかりで、たまに案件が降りてきても何人かで一つの案件を審査。国の事業なのに人が余るほど雇う状況で、なんだか不正に国の予算を使っている気がして嫌になりやめました。 パスナーは国や都道府県とのつながりが深いので公的な仕事への派遣も多いですが裏ではこんな感じです以上がパスナの会社の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひコメントで感想を教えてくださいはい本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますのでぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたしますそれでは次回の動画でまたお会いしましょうではさようなら